喋るから。今喋るから。どうも、ベリーダットです。今日は、コウスケくんに、コウスケくんとコウスケロボの絵本の感想について聞いてみたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。何？いや、まあいいんだけど。じゃあ、早速ね、聞いてみましょうかね。コウスケさんにいろいろと。はい、はい、これなんでこうなんでこうなんでこのペースなんだ。え、今言ったやつでしょ。え、なんつったの。これです。ピーちゃん飛んでるのが好きです。って言ったの。飛んでるのが好きなの？そう。ピューンだ。ピューンだ。ビューンがいい。いまいち、うん、これあってもいいのなくてもいい。何がいまいちだし。いや、ないならないだけど、あるんだったら。今のところない。今のところない。ない、うん、いまいちのページだよ。ない。そう、ない。いまいちのページないの、うん、そうなんだ。全部気に入ってるってこと。全部気に入ってる。マジで、めっちゃいいやつじゃん。え、こうしてるのどんなところ、うん、どんなとこが好きなの。あ、ページで選んでくれてん。どんなとこが好きなの。ビューンって言ったから、ビューンって言ったから。どれどれ。これ、こういうこと。あ、登場するところが好きなの。そう、じゃあどんなとこが好きっていうのは、そのなんかこう、例えば優しいとことかさ、うん、背中に乗せてくれたところとかさ、あるじゃん。強いところとかさ、ロボットのところとかさ、ちょっと今声出すなって。出してないよ。いや、出してんじゃん。すごい嘘ついてた。はい、わかりました。ちょっと聞いてますか。ちょっとちょっとちょっと、コウスケロボのどんなとこが好きなのかって話なんだけど。登場するところです。登場、どういうことですか。どんな登場するところが好きなの、うん、いや違う、絵本のシーンのこと聞いてんじゃなくてさ、コウスケロボのどういうところが好きかって聞いてる、うん、顔とかさあるじゃん、うん、その強いとことかさ。何それを答えにしようとしてる。どういうとこが好きですかって、うん、まあ、そもそも好きか。好き好き好き。どういうところが好きなの。どういうところが好きなの。わかんない。見た目とかさ、
いろんなところが人っぽい。例えば、全体？うん、どうだろう、わかんない。え？わかんない、なしなの？わかんない、なしでしょ。どうだろう、わかんないんだよな。いや、なんかこれどうだ、これ なんだっけとかさ。あ、窓。窓、え、窓ガラスからバーンって勝手にしちゃったの？窓ガラス割れちゃうよ。割れちゃうね。でも割らずに入ってるから。何？割らずに普通に入ってきた。そしたらママ。あれ、トゥルデレッジって書いてある。そうだね。窓から入ってきたんだけど、別にそこは怒られてないね。トゥルデレッジ。そんな優しく言うかな。あ、なんでなんで、ね、お風呂に入ってあれって感じかな。かな。子供の一緒に寝て、起きたらいなくて、探していなくて、未来に帰っちゃったのかなっつってて、ちょっと頭が、うん、この時どう思ったの？なんで帰っちゃったのかな。そのままじゃん。そのままってこと？で、え、同じ風に思ってたってこと？何書いてんの？書くな書くな。でもここに書いてるしさ。いや、え、じゃあ悲しくなっちゃったってこと？読みながら。ねえねえ。口やめろ。え、これ悲しくなっちゃった？読みながら。そんなことはね。うん。なんでそれ。S を一番上にしようかな。S、A、B、C、D、E。ランクだとして、何ランクぐらいかなって。マジで？そんないい？そんないいかな？うん、いや、いいよ、遠慮し、なんかそんなお世辞じゃなくて、本当の、本当の評価でいいよ。何書いてるの？書く必要あるし。いや、S でいい。S なのこれ。そんな気に入ってた？そんな気に入ってる風な感じ知らなかったけど。S でいいの本当に。うん、じゃあ S にしちゃうよ。うん、評価。うん、S。S でいいの。じゃあ評価は、コウスケ君の評価は S でした。チャンネル登録お願いします。